よもやま話第220話、怪人草の匂い。この4月、小学校が統合されて、3つの学校が1世紀に余る長い歴史を閉じた。先頃、しかるべき記念物があれば、この際、博物館に移したいという思いに駆られて、原課長さんを煩わして、金水、寺、奥住に、主なき学校を訪れた。廃校と口にするだけでも無料の考えが込み上げてくるのに、その日、学校は、セミしぐれの中に、放心したように静まり返っていた。校庭の木々は生い茂り、花園はホトトギスの薄紫の可憐な花が揺れ、池の鯉は痩せ、金次郎はにこやかに樹荫に本を読んで立っていた。固く閉ざされた扉を開けて、うっすらと埃の見える廊下を行くと、ああ、懐かしい学校の匂いが、じーんと心に染みる。100年にわたって受け継がれた、幾百、幾千の、これは紛れもない子供の匂いだ。それぞれの学校の最も古い時代を過ごした人たちの思い出草もぜひ残したい。ここで最後の一日を過ごした子供の手の跡も残したい。富、公美、元おるほどに、何もかもそっくり、このまま、タイムカプセルに閉じ込めてしまいたい。親子二代にわたって、日々、仰がれた、身の丈ほどもある振り子時計、教室の隅にぴったりと収まる、あの頑丈な三角形のゴミ箱、丸い穴が開けてあったはずの蓋はないが、一つには初二、今一つは高二と牧書してある。また、ダルマストーブが入る大正の半ば頃まで愛用された箱火鉢。これらは金々博物館として願い望んでいた品々である。箱火鉢を裏庭に持ち出して、鍋の灰を開け、木箱を逆さにすると、小さなかまど馬が驚いて、飼い名の中に姿を消した。この箱火鉢は、ストーブが取り払われると、花冷の春休みの職員室に持ち出されて、再びストーブがこれに変わる日まで、夏場でも、うずみ火に、夜間がかかり、香ばしい番茶の匂いを漂わせていた。この風景は、ガス器具や便利なポットなどが現れても、木炭が手に入るうちは続いていたように思う。箱火鉢といえば、箱火鉢には岡持ちのような形をした木の炭入れが付き物であった。この種の炭入れを先般廃校になった口明型中学校からもらってきていただいた。私も戦後間もない数年間を共に過ごした代物である。両側面に学校用と吉田光道先生の筆跡が残り、懐かしさもひとしおである。マジックで小さく職員室と書かれているところを見ると、かなり最近まで使ってもらっていたように思われる。今一つ、寺の炊事場から、お釜を一つ頂戴する。学校のお釜と聞くだけで、二つや三つ、思い出の込み上げてこない人はなかろう。私の知る範囲では、このお釜で、高田新助さん、新谷正志君、竹下健さんが毎日毎日お茶を煮てくださった。大正9年、尋常化2年の私は、中津屋の文教場から
出来たての大中小学校に通うようになった。その時、渋谷の不動にかかっているおかまというものを初めて見た。当時、私たちの村ではご飯を炊くにも煮物をするにも大小さまざまのはそり鍋か鶴鍋が用いられていたからである。渋谷を除くと、この大きなお釜のかかった不動の前で小遣いのおばさまが背中を丸めて火を焚いていた。そしてお昼になると、大きな茶袋の浮かんだお釜から金の丸い柄杓でお茶を汲んで、黒い白身の大屋館に移してくれた。お釜といえば、高等科を卒業するまで、後年農林学校で一年学んだ時も、毎日このお釜の厄介になった。それほどに学校生活に密着したお釜ではあったけれども、私たちは年に2、3回このお釜の前で嫌な目に遭わされた。というのは、海藻特有の海人草の匂いが渋谷から流れて校庭にまで漂う日のことである。煮出されてドロッと褐色によどんだ海人草を湯飲みにいっぱいついでもらっただけで、もう喉のあたりがゲクッとなった。毛穴の前もはね、俺が飲んでくりょか。痩せ我慢して女の子に肩を張ってみせるやつもいたけれども、私にとってはこの上ない嫌なことだった。飲みづらいということもあるが、飲むや否や、もう尻の穴のあたりがもぞもぞとかゆいように感じるからである。また明日、小さな紙切れを渡されて、何匹出たか尻めめぞの数を書かされる。だから戦地の声壺を覗きながら用を足さねばならないかと思うとゾッとした。恐る恐る覗き込んでいても、何しろ深くて暗い壺の中ははっきりしないことが多いので、ゼロと書くのもなんとなく気がとがめて、まずまず隣の子の真似をして2匹などといい加減に書いて出すことになる。私はあの尻とも頭とも見分けのつかない薄桃色のやつが腹の中にうようよしているかと思うと怖くてならなかった。一年生の時、二人掛けの腰掛けに並んでいた女の子が、ある日妙にもじもじしていると思ったら、その足元に例の薄桃色のやつが一匹ピンピン動いていた。それからというもの、一層私は海中恐怖症に陥ったらしい。そんな風な時代であったから、どの置き薬屋も小さく折り重なったハエの氏のような行虫や踊るようにして動いている海中の絵のついた茶色の缶袋のセメンエンという三薬を十服ぐらいずつ置いていった。腹が痛いと母に言えば、真っ白くて苦い苦い小薬を一服飲まされるので、こらえられるだけこらえてみるが、大抵は我慢しきれないで、しぶしぶ飲まされる羽目になる。すると母は、ちたんちさつまいもを食うなよ、食い合わせやで死ぬぞよと言って、必ず私を脅かした。